か付き合う面倒くささのティアーノを作ってみた。に対するみんなの反応集です。それではどうぞ。もちろんめちゃくちゃ異論は認める。なんだこの D の絶妙な付き合う難易度の高さの生々しさは。白金は C じゃないすか？いや通常時なら D かもしれない。白金は黒幕要素を省いたとして会話のテンションやノリが面倒くさそうだと思ってんだ。ソニアを B に格上げでもいいんだぜ。ソニアは本人の性格はともかく付き合う上でのハードルが異次元なんだよな。国際問題になりかねない。ソニアは危険度はないけど面倒くささは上位に入ると思ってんだ。イルマの横でいいと思われるが。絶如のジェノアンドフカワは一段下がって C、D くらい。ジュンコちゃんは記憶を奪っておけばまあ。それはそれとして松田くんは一応付き合ってたからギリギリいける。絆が深まりだしたら絶望するために殺してくる私様は論外ランクでも作って隔離するべきだと思われるが。春巻は付き合ったらまあまあいいとは思うけどことあるごとに桃高いとの話してあっごめん。とかしてきそうなんだ。S ランクは付き合う以前に論外なんだ。みかんちゃんが絵の順と同じ位置ってなんかムカついてきますね。まあ事実だからしょうがないけど。積み木はされるがままでも構わないならむしろ楽なんじゃないと思ってる。片輪にされて一生介護される生活を受け入れないと付き合えないってメンヘラを超えたメンヘラやん。積み木ハマー A マイナスくらいじゃないすか。積み木みかんすげえ腕力や武力はないのに純粋な面倒くささで S ランク取ってるし。積み木は S から E のどれにでも当てはまるんじゃねえかと思ってんだ。待てよ親密度上がったらカードを裏返して一気に S ランクに化けるんだぜ。大富豪の3。最初は E ランク面をして擬態している。それが積み木です。積み木は親密度高い男を逃さないために美容の毒薬とか毎日持ってきそう。強依存も深まる。キリギリさんがいい？キリギリさんとセレスは一段上げても良さそう。キリギリさんは他の連中みたいな特殊なギミック的な面倒くささじゃなくて単純に面倒くさい人そうなんだ。キリギリさんは探偵という職業柄で危険に首を頻繁に突っ込むから心配ってベクトルで面倒くさそう。キリギリさんはナエビくんみたいなパーフェクトコミュニケーション取れなきゃ難しいんじゃねえかなと思ったんだ。キリギリさんはナエビレベルの善人じゃないと落ちないと思うんだよね。しかも意外とナエビ相手でも面倒くさい。セレスは A でいいんじゃないすか。危険度も面倒くささも頭飛び抜けてるんだ。恐怖も深まるんだ。セレスは危険人物でもあるけどそれ差し引いてもランク付けしてくるわ。ロイヤルミルクティー作らせてはイチャモンつけてきたり面倒くささは頭一つ抜けている。ムクロはエノジュン絡まなきゃ C くらいなんじゃない。エノジュン絡みなら A か S に行くけど勉強ですよね。残念も S でいいんじゃないすか。こいつも結局は絶望っすよね。スーダン2の特典小説設定を採用していいなら割と普通に光落ちするんだ。絆が深まるんだ。 S ランク付き合った後叱るべきタイミングで殺してくるんすけど。 A ランク下手したら普通に殺してくるんすけど。いいんすかこれ。終わりはだいぶいい方じゃないすか。2ランク下げても C ランクで終わりの場違い感がすごいんすけど。終わりは D でいいと思ってる。しかし家族絡みの面倒くささがあるのです。家族事情が面倒くさいっちゃ面倒くさいけど終わりがソニアと同じくらい面倒くささとは思えないんだぜ。終わり1ランク下げて白金1ランク上げていいと思われるが。ペコヤマハティアー健在じゃないすか。パンツはくれるけどクズ流以外になびくことはなさそう。ペコも立場的に絶対面倒くさいんだよね。そもそもクズ流がでかい壁すぎるんだ。すべてを受け入れろ日向のように。正直ランク D。E は浮気したら全員許してくれないし女の匂いがちょっとした時点で特定してきそうなのばっかで怖いすね。こっちがダメ人間ならナーはお世話とかしてくれるようになりそう。さくらちゃんとナーは本人が浮気を許しても友人が許してくれなさそうなんだ。悔しいだろうが仕方ないんだ。まあ気にしないで茶柱天子は付き合ったら下ネタと男子絡みが死ぬほど面倒くさそうなだけでどちらかという聖女よりですから。最初にちゃんと誠実に対応して頭ごなしに否定する枠から抜けさえすれば天子が一番まともなんじゃねえかと思ってんだ。茶柱もまあいいよりの D じゃないすか。談論の女性キャラは付き合ってから面倒くさいと付き合うまでが面倒くさいの2種類がある。メス豚とか付き合うの簡単だけどメンヘラだから疲れそうなんだ。天子は付き合うまでは男子とか言いまくるけど付き合ったら問題なさそうなんだ。談論男子はアホが多くてまだ付き合いやすい方だよね。狛江だと塩は無理です。田中はまず言葉がわからないのでそういう意味で面倒という夢女子もいる。もしかしてナエビくんは談論で一番付き合いやすいメス豚なんじゃないすか。一周回って花村がいいんじゃないすかね。 C
変態だけど愛情深くて家族思いで料理がめちゃくちゃうまい。確かにそうっすね。塩は話が面白いし男子なら仲良くできそうなんだよね。相手が男でも自分のことがめちゃくちゃ好きなら一回はプレイに付き合うすごきもの。コミュイベ中は最初から最後まで親切でお互いに親友と思ってそうだし、そんな仲いい犀原くんにご正だ SM プレイやらせてくだせ言われた時は嫌悪感やらしっとりした感情やら友情でぐちゃぐちゃだったと思うよ。ま、ラブホの犀原はあんなこと知らないから無知でしばかれるだけなんやけどな。女子より男子の方が面倒くさいの多くないすか？キルミーはめちゃくちゃ気を使ってきそうでこっちも気を使いそうで面倒くさそう。アンジーはどないする？アンジーは E よりの D だと思ってんだ。個人的にアンジーはずっとくっついてきそうだからイルマと春巻きの間ぐらいだと思う。アンジーはガチボレさせれば脱神様も夢じゃねえと思ってんだ。イブキちゃんは見えて割と面倒くさそうなんだよね。2のメンツだと付き合って面倒くさくなさそうなやつがテルテルしかいないよ。そもそもミオダハ付き合うまでが面倒を超えた面倒というか無理ゲーなんじゃないすか？なんか一番左にイルマミウって説得力すごくてなんかムカついてきますね。イルマは容姿と才能と志は立派だよね。だけどそれを上回るメンヘラ具合。さらにそれをぶっちぎる積み木。イルマと積み木は夜中に LINE の通知が5000件来そうな面倒くささがある。アニメの3入れていいならルルカはイルマ以上 A ランク以下の位置って感じがする。いざ酔い以外付き合いきれない女、そのいざ酔いのことすらお菓子食べられない状況下になったら裏切られるんじゃないかと思うんだから自己評価低すぎて話になんねえよ。クズユー妹も性格は置いておいて実家がヤクザってんで B には入ると思ってんだ。前園は無理です。パーフェクトアイドルすぎますから。いい塩梅の人格者、それがマヒルカヒミコです。小泉はダメ男に紐にされるのが似合いすぎてるけどあまりにも自立できないとそれはそれで見限られそう。手がかかりそうだけど面倒くささを感じなさそう。それがナーです。それに比べてサイオンジ同じロリ枠でその面倒くささはなんだ。ナーは世話のやりがいはありそうと思う反面、ペットや妹の面倒見てる感じと近いんじゃねえかという感想に駆られる。待てよ、アジのラブアパートイベは女子の中で一番エロいって評価もあるんだぜ。実際サイハラが自分から言ったのは赤松以外にはこのアジだけだしな。この二人とコマルはどないする？画像の二人は声向けてもキモッと帰ってきそうだし地雷持ちだし面倒くさいを超えた面倒くさい A か D くらいじゃないすかね。コマルはブラコン込みでも E を超えたい。塩の姉とも判定イコール間違いはない。新宮寺の判定は案外当てになるんや。女の見る目だけはあるのなんかムカついてきますね。見てみーこの観察眼を。塩、いやちょっと待てよ。姉との判定。聞いたことがあります。絶望姉妹を除いても不合格がセレス、深川、ジェノ、積木、サイオンジ、春川、イルマだからおそらく言動が暴力的お上げ品なら不合格ぐらいの緩い基準だと。いいで本当にかも不可も一般人くらい、それが七味現実です。